お待たせいたしました。上映前のトークショーということでお越しいただいております。吉田第八監督です。よろしくお願いいたします。<music> どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうぞおかけくださいませ。吉田監督、今日はですね、室内でのトークショーにもなるんですけれども、生配信でご覧いただいている方もいらっしゃいますので。いろいろとお話しできればと思います。ありがとうございます。 しかもなんですが、実は普通、雨だとこちらの座席指定の方々のみ映画も見ていただいてお話も聞くなんですがさっき、吉田大橋監督と松竹映画の方が考えてくださって今、下で7時からですね見られることにもなっていすこれも上映も4時からなんですよね、ほぼ同時に下でも見られるそうなんです、はい、そういうですね手配もしていただいて僕は手配したわけじゃないですけど。ででも明日でほら会場を見たらやっぱり あのなんかね、雰囲気いいじゃないですか、あのだから雨降る間も、まあ、あの機会は置いておくっていう話だったから、うん、もしかしたらやってもらえるのかなと思ったら、このね、ミッドタウンの方があのすごく理解していただいて、だから、外で見ようと思ったら、外でも、あの雨が降っても大丈夫だったら、外でも見れるってことかな。そうううでですすす本当あありりががととごござざいいまま <laughs> もこの日 まあ、吉田大八監督はよくいらっしゃってるんじゃないでしょうか。日比谷、いや、もう最近はそんなに来ることも <laughs> なくなりましたけど、あの。えー、映画はね、あの、まあ、シネコンが。なんか、たくさんできる前は、やっぱり映画、封切りの映画を見に行く時、やっぱ日比谷ってことが。多かったですね。うん。記憶に残ってる映画体験、日比谷は何でしょうか。あのね。ああ、それで言うと、子供の時に。 あの小学生の時に、あのいとこの映画好きの。お兄ちゃんに連れられて、一日であの。サブエーパニックと。えと、もう一個なんだったかな。サブエーパニックと何かのね、はしごをしたのを覚えてるんですよね。そうなんですね、うん。あ、かっこうのすの上。<ー>うん、すごいですねまた。だから、それを日比谷、あ、その時でも、分自分の中にある日比谷の一番。最初の記憶はね、そこだった。えー 小学生でジャック・ニコルソン体験やっぱでも意味分かってなかったかもしれないけど、まあ、強烈でしたよね印象としてなんかすごいもの見ちゃったっていう覚えはあります。はい。本当にあの当時はねたくさん今もですけれどもシネコンといってもここたくさん映画館もあってさらに今と違ってすぐ入れるっていう状況でしたもんね。 すぐ入れるっていうのうううああそそそそか座席指定も、ね、そうですだからそんなピアとかもね多分当時あったかなかったかぐらいだから、うんえー、もうとりあえず入ってあの待つとか途中から見てまたもう一回その後で頭から終わりまで見るとかなんか気に入った映画だったらね何回も続けてみるとかでできましたよねあのそうですよねねそうす、ん、そんな吉田大八監督なんですけれどもちょっと私からプロフィールをご紹介させていただきます。 1963年10月2日生まれの鹿児島県出身でいらっしゃいます。監督作品に、ふぬけども悲しみの愛を見せる。これが2007年です。そして、苦氷大佐が2009年。パーマネントのバラが2010年になります。そして、霧島部活やめるってこれが2012年に公開された作品なんですけれども、まあ、たくさんの賞を受賞されました。第34回横浜映画祭作品賞監督賞。 そして第67回毎日映画コンクール日本映画優秀賞監督賞。そして第36回日本アカデミー賞最優秀作品賞最優秀監督賞を受賞されまして。で、その後、神の月。これが2014年になるんですけれども、なんと日本アカデミー賞優秀監督賞をこちらでも受賞されました。さらには2017年に美しい星。そして2018年に羊の木ということで、今回はこちら。 のダマ支援の牙が二千二十一年公開ということになりますが、でも本来は二千二十年公開の予定だったんですよね。そうですね。だからあのコロナのことで、えー、撮影がああや上映が少し伸びたんですね。うん。だからまあその間に結構ねいろいろこの映画がそのその最中にどういうふうに見られるのかなとかいうふうにちょっと気にしてはいたんですけど。 全然、それは、なんか、ある意味、もうちょっと、その、なんだろう、なんか、逆にその切実な問題にね。問題にちょっと、あの、なんか、ちょっと接近しちゃったかなっていう感じもあったりして、うん、はい。いや、でも、面白かったです、うん。ありがとうございます。私も、だから、その、まあ、この仕事をしているので、先に見れるんですけど、二回見てるわけなんですけど、見れば見るほど面白くて、そして、小説読むと、また面白いという。 本当にこういう楽しみ方があるんだなっていろんな角度から楽しめる作品を今日皆さんに見ていただくんですけど一度見てる方どれぐらいいらっしゃいますかそうですかありがとうございますさて今回なんですけれどもお話をちょっと聞く前に一ついつもの恒例のことを聞いてるんですね、はい、それがですね日比谷シネマフェスティバル2022のテーマが熱狂なんです、はい、監督が最近熱狂したエピソードは何でしょうか熱狂はねもう うんそうですね、本当に最近はもうサッカーの試合を見る時ぐらいですかねあのやっぱサッカー見るとそのなんかすごく大自分の応援しているチームが勝ったりゴールが入ったりするとあの見ず知らずの人と、ね、ハイタッチするぐらいのテンションにはなるんですよねあんまりそういうことって普通に暮らしててないじゃないですかうだから、まあ、その熱狂って聞かれると思って熱狂って何だろうとさっき思ってて。 まあ本当に割とそうですと自分の今の生活の中とサッカーを見ている時が比較的起こりやすいですけどみんな何て答えてるんですかこれね。のんさんはの、うん、まあ、ノン監督はレディーガガのライブって言ってました。うん、あな音楽ね確確かに確かにに、うん、だから皆さんそれぞれの視点があるんですけどでも監督今まで映画作品でスポーツやられてないですよね。 そうですね。あのーいや、そうですね。サッカーがまあ、サッカーだけ好きなんですけど、スポーツ全般好きなわけじゃなくて、でもサッカーもなんかいつかはねやりたいと思ってて、実は考えてることもあるんですけど、どう考えても15分ぐらいの映画にしかならないんですよね。<laughs> うん。確かにサッカー映画日本のないですよね。まあ、私もある,あることはあるけど、スマップが。 あのあの若い時きに、ね、出たりとかた、ね、あ,あったんですけどサッカーってやっぱずっと動き続けるから映画野球の方がまだ映画にしやすいとかねあかサッカーってこうクローズアップがあんまり意味,意味をなさないから一つうい考えたんですよ、ね、ああそうですすよよねねそヨーロッパの方ではサッカー映画は、ねうん、ちょこちょこ作られてはいますけどね、うん、イギリススととかか、ねね、フランスとかか、ね、サッカーを映画にするならこういう切り口がいって切り口まで思いついてるんですけど<う>15分しかまだ話がないんで。<laughs> それを1時間半にするそれをプロデューサーに言われてるんですけどなななかなか進まないですねねやっぱ、ね、しかもそうですよね、うん、あの俳優さんたちだとサッカー好きの人たちを集めるっていうことになるんですあね。早くしないとねもう今あの頼みたいって人がもう年取って動けなくなっちゃうから <laughs> そしたらまた選手を入れ替えてね。<laughs> まああのやっていけばいいかなと思ってるんですけど。え、うん、ちょっと楽しみにしてます。うん、いつかねあいつかなんかいつかそういうのが世の中に出たらああのことだったんだなってこれを見た人は思ってもらえるかもしれない。そうですね。だって私世代になるとキャプテン翼になっちゃいましたもん。あそう <laughs> そうですよね。もうキャプテン翼に続くねあの画期的なサッカー映画はね。 ね、いつかできるかもしれないです。今ね、はい、アジアでも少林サッカーあったぞって今いろいろ思い出しました。少林サッカーね、はいはいはい。はい、ああ、なるほど。うん、<laughs> バイアクション使うとかそういうのもありますね。うそういうの向いてないかもしれない。多分。<laughs> うん <laughs> さてそんなですね今回見ていただくこのだましんの牙なんでございますけれどもこれ、あのー、本屋大賞2018年にランクインして、まあ、話題のあった本がこうやって映画化されましたでこちらが塩田武史さんのベストセラー小説になるんですけれどもこれを映画化しようというふうになったきっかけというのはどこからだったんでしょうかきっかけはもともとこの原作自体が映像化をそのまあ映像化をまあ 視野に入れた上での,あの小説だったんですよねだからまあ僕が聞いた話だと大泉さんがいつもその自,分自,自分が将来演じられるようなもう最初から原作があればいいんじゃないかっていうことをその、えー、と出版のね編集の方に話してそれでその小まず小説ができてっていうような経緯だった気ますけどだからあのー、だからその流れでまあ映画化は必然だったというかでそれでまあ僕

大泉洋さんの宛書きって言っていても、なんか今までのイメージと違ったじゃないですか。そこにまずびっくりしたんですよ。えっと原作の大泉さん。はい、ああ、はいはい。だからね、大泉さんって結構見る人によって違うものが見えてるのかもしれないですよね。うん、あの多分原あの小説書かれた塩田さんは、うん、自分にとっての大泉洋ってこんな感じっていう面であの書いたんだと思うんですよ、きっと。うん、ね、なんか笑いがある。 キャラではないうん、うん、ちょっとねちょっとだけこう腹黒そうな匂いもするようなキャラクターっていうので書かれてたのでわこれ本人読んだ時どう思ったんだろうと思ったんですけど聞きましたかげあ小説の映画で映画の脚本まあ僕はほら脚本から参加してる、はい、で脚本を読ませていちいちどうしてこれこんな変わってるんだとかいうことをあの。 議論になったたことはよくありましたけどねだからあの小説であのまま、まあ、もうちょっとこう小説に近い感じで映画になるってイメージがもしかしたら、えー、と大泉さんにはあったのかもしれないけど、うん、だから小説とまた違うキャラクターも、ね、登場されてるじゃないですかすごくそこら辺の脚本開発はどういうふうにやられてたのかなって気になったんです。そそうですねあのまずその 小説が書かれた時点と映画が公開されるだろう想定された時期がもう結構何年かタイムラグがあってまあ承知のようにその本とかね紙の本とか出版とかそういうものをめぐる環境ってもうまあ特にそのコロナ以降加速しましたけどそれまでも結構その大きく変わって 出るじゃないですかだからやっぱ映画は映画の,映画の,その公開時期に合わせたその映画オリジナルの問題設定をしないと小説をそのままやったんでは少しそのなんだろうな、えーとまあ、映画としてはね、えー、と少し物足り自分にとって物足りないかもなと思ったので何、えー、かいろいろまずその出版業界の取材を始めるところから始まって。 えまあ僕だけじゃなくてプロデューサーとかあの一緒に帰ってくれた脚本家の人もえこういろんな人に話を聞いたりまあ本をそれこそ本を読んだりしながらあそのどういうことがこの映画の大泉洋さんが演じる速水っていう役にとってどういう問題が一番あの切実でえ一番大きな問題でそれを解決しなきゃ先に進めないかっていうことを。 あのー、映画としてこう、まあ、作って、えー、それを脚本の真ん中に据えるっていうことが大事だったんですよね一、うん、回吉田大八監督の作品見てて思うんですけど本当にこうキャラクターを動かすのが絶妙じゃないですかしかもたくさんのキャラクターを「霧島部活やめる」っていうのもそうでしたけどこれも本当にたくさんのキャラクターでしかも名のある役者さんたちが揃ってるんですよね。ほっ 本当にこれどういう頭の中なんでしょうって毎回思うんですがなんかですねあのでもなんか大勢いた方がなんかそが例えばその A って人がいて B、C っていたとしたら A って人の表情は B, B, B と一緒にいるときと C といるときとはまた違う表情を見せられたりするじゃないですか。あのだから 楽っていうか大勢いた方がその組み合わせを面白い組み合わせとかお面白い組み合わせを考えていくと自然にこう話が転がるっていうような気がしていてずっと一人にフォーカスしてずっと一人を見つめ続けるっていうことはまだやってないですけどそれは逆にしんどい作業だろうなと思いますすねいいやーすごいですよね。 でもこの映画だと大泉洋さんがいて松岡茉優さんが出てくるじゃないですかでその他にもたくさんの役者陣が出てくるんですよね宮沢ひさんだったりとかあと池田エライザさんだったり中村倫也さんだったりしかも主演を張る人たちがこんなに揃っているのは吉田大八監督の人気ですよねっってやっぱりり思いましたありがとうございます <laughs> どうやってキャスティングされたんですかなんかでもその うんですかね、出演時間の長い短いじゃなくて、えー、ど,のやどの役にしても出てきた瞬間はその、ね、シーンだったりその場面の,あのあ主,主役真ん中というかだからそういうつもりでだからこの人にはこの役これ役不足かなとかいうふうにあんまり考えないようにしてましたね。あの ここもうこのシーンだけだけどここでどうしても必要だって意味はお分かりですよねって言えばちゃんとそれであのお話しすれば分かってくれるくださる方が多くてうん、なんかそのなんかあとはそのなんかそう,いうそういうことでなんか,なんかたのたの楽しみましょうよって誘って「いやい,いよ」ってそこじゃあそこ空いてるからいいよって来てもらうみたいななんかそんな感じだったのかな。はい 霧島部活やめるって以来でしたよね松岡真優さんとはご一緒するのすごいうれしかったってインタビューでもねおっしゃってましたけれどもやっぱりこうその役者としての振り幅っていうのは目の前で見ていかがでしたかそれはねもうあのまあ霧島の時よりもその単純にねこう一緒にいる時間も長かったじゃないですかこの魂の規模は出番も多いし。ああのまあ 想像はしてましたけどやっぱりそのんだろうなやっぱりすごいすごいすごくなったんだななっちゃったんだなって思いながら日々あの仕事してましただからあのやその楽しかったとか嬉しかったって言ってくださるのすごい嬉しくてだから逆に自分がそのレベルアップした松岡さんに自分が追いつかなきゃいけないっていうぐらいの,あの意識で現場にいました うんうん、いやほんと目力もすごかったなと思うんですけどさてここで観覧者の方からのアンケートに答えていただければというのでまず大泉洋さんとのタッグは初ずだったと思いますが印象を教えてくださいというえそうですね、うん、まあすごく仕事しやすかったですあのやっぱり多分皆さんもそう思われてると思うんですけど気配りの人じゃないですか。ね、で菊って結局 演技で言えば共演者に対してだったり、えー、あるいは脚本に物語に対してだったりそのいろんなところにこう何て言うんですかなそのセンサーが結構多くて感度が良くてっていう人だからだから何て言うの優れた演技者であることは間違いないですよね。ででなんていうののかかそそこでまあ割と最初だからその 僕がこう、まあ、原作とも結構脚本変わってるし、まあ、僕の演出も少しその大泉さんにとっては少しねあのなんかしつこかったようなことも最初はあったらしいんですけどでもすぐにそのチューニングもう一瞬で合わせてもらってだから僕はすごく現場で楽しかったしこうもう毎回毎回一日一日撮影が終わるごとにも手応えがしっかり残るっていうような仕事ができたと僕は思ってます。 じゃあそれに続きましてもう一つの質問が多分流れで出てくると思うんですけど、はい、映画制作中の印象に残っているエピソードがあれば教えてくださいあえっとねあのねあの本屋さんが出てくるんですけど本屋,さんで本屋さんが出てきてその本屋さんで撮影しているときに何日間かそこで撮影をしたんですけどで普通その,その、まあ、実際にあの埼玉県の行田っていうところにあるおし,しょぼっていうね本屋さんでその。 そこで営業何日か休んでいただいて、えー、撮影をするのでまあな普通だったら、まあ、いく何,何日間分かの使用料というか営業保証みたいなことあるんですけどその,本本その本屋さんがね「あのいや、えー、とそういうのはいいからあのス,タッフのスタッフとキャストのみんなに一冊好きな本を、ね、買ってってくれと」と、えー、おっしゃってすごくねあの いい人でしょ。はあ、いい<の>人で、うん、で、すそうしたらそのもう撮影中からねもうスタッフとかねキャストがねもうあのもうずっともう本棚をねその本本屋さんにある本しか本屋さんにある本を買うのでもう自分何買って帰ろうってねもうねこうみんながね本本棚をずっと見てるんですよ。ね。<ー>もうちょっとカット買ってちょっとこう今あくとみんなもう本棚をねこうって見始めてて。 それがすごい嬉しくてあまさにこの映画でね一つそのまあ,ある価値のある場所として本屋っていうのを描,く描いてるつもりなんですけどまさにその本屋がそういうふうにえ今まさになっているっていうことがすごく嬉しくてでそれぞれスタッフがあのスタッフとかキャストが本を選んで,でその会計するときにその本とスタッフの 写真を撮ったんですよねみんな。へえそれはどっちの本屋さんですかあの塚本新也さんの方の。あそう塚本さんと <laughs> 塚本さんと松岡マユさ,、えっと、さんが、うん、えっとまあ、親子なんですけどその二人でやってる本屋さん。そ,そうあの高高野書店っていう映画の中では本屋さん,なんけど、ね、ちなみに二人は何を買ったんですかね。えっとね大泉さんはね、うん、な,んかなんか確か料理料理関係の本だった気がする。<laughs> うん、料理本買ってたんですか。まつ、うん、さ,さんなんだっけな。なんと覚えてます？覚えてない。えー、っとまつさんはね、なでなんか買ってました。多分まつさん本好きだから、多分相当迷って何かに。でもね、あ,あだからあとは伊藤さんはこういう本読むんだとか、なんかこうあすごい意外なことが結構あったんですよ。<ー>あこの人妖怪が好きなんだとかね。<laughs> うんこの人あこの人なんか山に登るのが好きなんだなとか。 そのすごく普段その現場でやり取りしているのとはまた違うねみんなの面が見えたりしてでもその時のなんかそのスタッフその映画撮影チームの雰囲気がなんかすごいちょっと軽く興奮してる感じがして本屋さんで。 いいですよね。この映画見ると、うん、その大型書店とその小さな本屋さんが出てくるじゃないですか？本屋さんってそうなんだよなって思いながらこう見てたんですよ。あ2つあるんだよっていうありますね。ねこっちと、ね、<の>佐藤と一さんと大泉洋さんとかね,あのね。あれはもう<て>えっとまあ、見ていただいた人にはわかると思うんですけど、エアーブックセンターでね。撮影させてもらって。だからそのすごく大きな。まあ、本屋さんのまあ、ある種シンボルじゃないですか？それとその街の小さなねまあ、最近すごく。 言っていっちゃってますけど、そういう本屋さんとで撮影できたのはすごく良かったと思いますね。あと小林豊さ,さんのね、こう、はい、パートのところもまた非常に凝ってらっしゃるなと思いました。撮影地だったりとか、うん、そのねうん、うん、場所っていうのも。そうですね。豊さんは本当にまあま前髪の月っていうドラマでご一緒あ映画でご一緒してその後テレビドラマも一回あのやったことあるんですけど、なんかすごくあの好きな女優さんなのでなんか。 なんかそうですね。ちょっと今回はさとみさんとしてはなんでこんな説明ばっかさせんのよみたいな感じでちょっとあったかもしれないけどいやそのこと言いませんよだけどあの,あのでもやっぱりさとみさんに来てほしくてでもやっぱりさとみさんはさとみさんとしてやっぱりあの役をねあのきちいち成立させて帰るのはさすがだなと思いました。うん、本当にあの吉田大八監督の作品をずっとこう見てるともうその当時 からさらささに役者さんんが飛躍してるんですよこの作品も本当に、ね、宮沢さんだったりとか宮沢裕夫さんだったりとか中村倫也さんも出てますけど本当たくさんの、ね、霧島なんか本当たくさんの俳優陣がみんなもう飛躍されてるじゃないですかそうそうなんかご自分でどういう役者,、うん、役者さんに惹かれるんですかこの人はすごい魅力的だなとかこの人は俳優として成功するなっていうのが気づいてるような気がするんですけど。いいいそれ気気づづててててるるっっはなうかその よくね言われるんんですすけどどうなんですかねあの自分ではあんまり分からないんですけど結果的にいい人と仕事ができてるっていうことですよねきっとねあの別に僕の映画に関わったからとかそういう多分無関係にその後それぞれねあの活動の場を広げてるんだと思うんですけどまあでもとはいえ 僕はやっぱり自分の仕事ののの自分のその映画の仕事の中でやっぱ、まあ、何が自分の中で一番、まあ、こだわったり逆にそのなんてうの得意だという意識があるかっていうと実はキャスティングでもう脚本ができてキャスティングがねあの思い通りにいっていればそんなに大きくは外さないっていう気はまあ,ありますね、うん、キャスティングって、うん、あの日々こうやっていろんな作品を見て。 決めてるんですかそれともこうなんか資料を見てこの人だっていうのに気づくんですかあのまずあの,あのよく聞かれるのはあのどんな俳優さんと仕事したいかってこういう時に聞かれても全然出てこないです名前が。だけどその脚本があって役ができてからこの役を誰かに頼むっていう考えるのがそこからスタートなんですよね。で あのまあもちろん自分の知識だけじゃなくて周りからいろんな人に意見聞いたりあの名前を教えてもらったりしながらもちろん知らない人もいるんですけど知らない人がいたら仕事を映像が見たら映像だったりあの実際に会ってみたり場合によっては脚本を読んでもらったりとかしながらあとはそのバランスですよね。のののやっぱり 仕事したい人とオールスターで揃えてもやっぱりなかなかあのその化学反応っていうのは生まれにくいので、えー、っとやっぱりこの人だったらこの人だったら相手役はこの人の方がよりんか反応が起きやすいだろうなって想像してそういうだからその組み合わせを考えたりとかまあなんていうの自分のこの役に対して。 自分が用意している役に対してこうこう名前をね並べていく作業っていうのはすごく好きです。はい。だから国村隼さんと大泉洋さんの並び私最高に面白かったですもそうですね。あのまさかかつらまでかぶらせるなんて。いやかつらって言っちゃだめじゃないですか。すか <laughs> 今みんなね分かると思いますよ見 <laughs>、うん、でもいや授業を伸ばしされたかもしれないですよね。<laughs> あの本当にそうですね国村さん <laughs> で,、ね、でも国村さん本 にお願いしようと思った時と、あのあの髪型をお願いしようって思ったのはほぼ同時でしたね。うん、そうなんですか。うん、な,んかなんでかわからないですけど、うん、だからなんかこのこれはうまくいくだろうなと思って。もうそれだけで国村さんをこう押し切ったというか説得した覚えがあります。うん はい、騙し絵の牙ね、これからこちらにいる方々、ね、見ていただきますけれども、そろそろ配信の方とはお別れになりますので、最後に吉田大八監督からぜひメッセージを、一言いただければと、えー、そうです、ね、あの映画を見る前に、いろいろちょっと、もしかしたら余計なことまでしゃべりすぎたかもしれないですけど、えー、映画を見る前に一瞬、ちょっとすっとこうあのクリアにしていただいて、映画は映画として、また楽しんでくださいあの、はいははそんな感じですかね、はい。 ことで吉田大八監督でした。配信の皆さんありがとうございました。